藤原敏夫以来38年ぶりとなる対人以外のラジャダムナンスタジアム認定ライト級王座獲得という偉業を成し遂げた。しかしその後強豪タイ神に連敗を喫し王座を手放してしまう。引退も頭をよぎったという。そんな中満身創痍の中で戦いを続けた梅野を周りでサポートした人はこう言った。もうお前がやりたいことをやっていけ、それをただ俺たちは応援するだけだっていうことをみんな言ってくれて、自分のやりたいこと、その時原点に戻った。世界中の立ち技をやってる格闘技選手たちが認める、ファンたちが認めるベルトをまた狙っていきたいなって。梅野源氏再び立ち技最高峰へ始動。ムエタイ修羅の道へ舞い戻る。俺は他の選手と違えって、またここから、ね、僕は再スタートだと思ってるんで、そこからしっかりといい勝ち方で勝って、改めてあいつってすごいんだなって思ってもらえるようにして、それで、タイトルまで行きたいなっていうふうに思ってるんですけど。もう勝つ自信はありますか？100% 勝ってます。海野選手は遅い、土日だけしかないですね。日本在住、そしてこの地で頂点を望む超攻撃型ムエタイ、スワレック・ルーク・カムイ。レベル数日本人無敗、しかも超攻撃的。この怖い対人ファイターは馴染みの日本で元ムエタイ王者と戦う。ナショナルチャンピオンと試合できてよかったです。嬉しいです。みんな見たい強い思ってるけど僕に勝ってないです。在日タイ人最強選手が梅野源氏、ムエタイ修羅の道の第一関門。ラジャムナンのベルトを巻いた、男と日本に、今いる、在日のタイ人一緒に住んなよっていう、それをしっかり分からせられるような試合展開をに、したいと思ってます。最近もパンチもらったらもうフォラーがすぐ倒れるです。で僕もパンチ重いですよ。この再出発は一筋縄ではいかない。レベルスムエタイ、梅野源氏 VS スワレック・ルーク・カムイ。